はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はボランティア募集っていう、まあ、サムネになったと思うんですけど、はい、千葉県南部、そうですね、うん、千葉県南部でその台風被害がひどいんでしょ。そうなんです、うん、ひどいんでしょって俺ちょっと失礼なんですけど、俺もちょっと本当にテレビとかニュース一切見なくて昨日来たよね。そうですね、昨日、うん、でネットを調べたらあのね、まあで現地にも聞いてくれたんだね。そうですね、電話しました。何個かの市に聞いてくれて調べたところ、結局台風の被害はもちろんなんですけど、何二次被害っていうの。そうですね、屋根の修理、屋根が結局雨漏りしとるから、こうやってさブルーシート貼ったりとかさ、これしとるのに、これ昨日の朝のニュースなんですけど、最低でもね、3人死亡、101人が重軽傷を負ったことが19日までに消防への取材で分かったと、はい、でまあその他の事故も結構あると、いろんなことをすごい書いてあるんで、まあ、ネット見てもらうと分かるんですけど、そうですね、ね、はい、素人さんが登ってみたいな、そういうことだよね、はい、でこれまさにもう俺らさ、塗装の職人や足場の職人さんっていうのは力貸してあげられることだと思うんですよ。なんでそのまあいい人ぶってんじゃねえよっていう声もあると思うんだけど、やっぱ市に結構毎日のように電話してくれたんだね、この2日間ね。そうですね、昨日からちょっと電話させていただいて、ね、状況聞いて、はい、もうちょっと刻一刻とも情報も変わってて、もう毎回毎回違う情報も飛んでるんで、ちょっと何とも言えないんですけど、一応うちの会社で決まったことは来週の水曜日朝一番に向こうにつけるように、はい、火曜の夜からね、はい、でまだちょっと人数もこっちも確定してない段階なんで、6名から10名ぐらいで行くことが一応決まりました。でもしその良ければ、その僕らと一緒にその活動を手伝ってくれる人、まあ、できや職人さんがよね、安全帯持ってきてもらうんで、僕らも安全帯持っていくんで、できればその職人さんとかその力貸してくれる人が水木の2日間だね、一応今予定しとるのは、はい、で一緒に活動してくれる人を、まあ、募集させていただきます。で細かい内容はちょっと今からちょっと喋るんですけど、もちろん僕らと一緒に別に活動するわけじゃないんだけど、行ってみたい、行きたいっていう人はもちろん自分たちで直接市に、でホームページでどうだね、はい、ボランティアセンター各市にあるので、うん、そこに直接連絡して行ってもらっても大丈夫です。あ、そういうことね。でまあそれはリンク貼っとこうか、じゃあね、はい、でそこリンク貼ってあるんで、とにかく職人さんが欲しいって言ったね。そうですね、もう工場で作業できる人、屋根登れる人とかが欲しいっていうことなんで、はい、それ行きますので、ちょっとよろしくお願いします。でちょっとこれからちょっと俺もよくわからんけど詳細話していくね。まず千葉県南部だね。ほんでどこの市に行くかもまだ本当に確定してないです。なので応募あった時点で、まあ、一応マックス10名まで、それ以上ちょっとうちも管理できなくなっちゃうとかなので、やっぱりね、なんかボランティアって言ってその火事場泥棒みたいなやつも多いみたいで、結構きちっと名簿出したり免許証出したりしなあかんっていうのもいろいろあるので、ちょっと10名マックスで募集、僕らと一緒に共にしてくれる人がね、という中でちょっといろいろ条件などちょっと話していきます。まず参加費1万円っていうのは、その自分たちでホテルを取ってください、近くにね。でまだ僕らも場所が決まった時点で、そうですね、また連絡入れると。で俺らはここのホテル泊まるよっていうのも、まあ、連絡入れるんで、はい、まあホテル代とあとボランティア保険っていうのが入らなかったみたいなね。そうですね、入ってほしいです、危ないんで。1人2000円ぐらい。そうですね、500円から2000円ぐらいの間っていうことだったんで、現地でそれはもう入れるんだね。そうですね、現地で身分証を持ってきていただければ、身分証を持っていけば入れるってことだね。入れます、はい、っていうことです。で、まあ、あと車、ガソリン、飲食代っていうのはまあもちろんですけど、一応うちが予定しているのが25水曜日の朝からのボランティアに参加して、はい、もう翌日はまあ帰ってこなかんもんで、どこまで手伝えるかわからんのですけど、丸2日かまあ1日半ぐらいでやってくると思うんですけど、まあ、そこに一緒に賛同してくれる人ってことだね、はい、で応募条件については、まあ、まず応募条件は未成年はダメだね。そうですね、20歳以上で、身分証が出せる人、はい、写真付きの、はい、保険の都合があるので、保険も持ってかなかったですね。でこれ必ず持ってきてくださいってこと。パスポートか、要はまあ免許証か、まあ、他に写真付きのあれで、タスポはいけるのかな。そうですね、まあまあまあそんな感じです。まあタスポだったらちょっとあれ身分証に並んで、免許証と保険証と一緒に送るとかなんかしてほしいんですけど、であとはまあ重いもの運搬できる人とか、まあ職人さんだよね。であとはまあ一応動画記録用に撮るっていうのがあるんで、まあ動画に映れる人で、あともうこれ
別に YouTube で面白おかしく毎朝やってるんですけど、そういう面白おかしく撮るようなものじゃないんで、まあ、一応僕らも言った以上これをまた全国にね、あの活動を広げてもらうためにも動画にして、まあ、発表していきたいなとは思ってるんで、あの動画に映れないよという方は、まあ、ちょっと一緒に行くよりも、まあ、個別で行ってもらった方がいいのかなとは思います。あとはまあ工具、手袋、まあ工具っていうのはまああるかもしれないけど、長靴とか安全帯、はい、持ってくれる人はね、はい、うん、でちょっともうまとまってないでいかんのですけど、歓迎する人っていうのがあって、はい、まあ、これはその、まあ、ももちゃんがいろいろ市に電話してたからね。そうですね、うん、市に電話した中で倒木、はい、倒木の処理にすごい困っとると、木がもう倒れとるらしいんだわ。そうなんです、倒れてたり倒れかかってたりするのの処理っていうのが大変だ。って植木屋さんちょうが木切れる人とか、うん、ま、なんかああいうチェーンソーとか持っとる人と、あとはなんかもうすごいその火災道具を運んだりするのにトラックが全然足りてないってことなんで、あのトラック出せる人で、まあ倒木ね、で俺らはもちろんその倒木っていうのには道具持ってないから、あのお断りさせてもらったんですけど、もちろん屋根とかその僕らの得意なこと、足場資材持っていこうかなと思ってるんですけどぐらいかな。あとはボランティア、被災地などでボランティアの経験者っていうのも、まあ、それはいいよね。はい、まあそんなとこか。あともう一個はちょっとこれおまけって言ったらちょっとあれですけど、うちもこれちょっとこれ今もうちゃんと喋ってくれたんですけど、ボランティア車両証明書って言って、これをやれば国かなんかからお金返ってくるらしいんですよ。てか、あの ETC じゃないわ、あの現金で払ったら、現金で払うところで見せれば無料で出れるみたいな。 あそういうこと。はい、あでこれをダウンロードできるんだ、はい、これもちょっとリンク貼ってあると思いますんで、これもあの書いて持っていくと高速無料で乗れるらしいんで、あのこれで乗ってあの来てくれればガソリン代だけかかるってことだね。はい、うん、まあそれぐらいですか。あとなかった？それぐらいですね。はい、そうだね。はい、でちょっと本当にもう何言ってるかわからないし、僕らも本当にもう昨日電話した時と今日電話した時では本当にもう向こうがなんかもう自衛隊が入ってくるかもしれん、入ってこんかもしれん、ブルーシートはもう用意できるかもしれん、用意できないかもしれんっていう中でちょっと今動いとるんで、はっきりしたことは言えないんですけど、まあ、まずはあの応募していただいて、まあ、今日明日中かな、土曜日までかな、はい、で日曜日にはまあ会社としては休みなんだけど、俺まあそのチェックはするんで、あの LINE アット塗り替え道場で LINE で検索してもらうと出てきますんで、そちらの方であのボランティア応募で、あのまあ名前と連絡先だけかな、とメールアドレスがいいかな、俺も連絡するんで、メールアドレスか、まあ LINE アットでもいいか、 LINE アットあるでいいか、 LINE アットに返信しちゃいいね。で、まあ、あとは身分証はどうしようかな、その写真かなんか送ってくれへんか。そうですね、その写真撮って、そうだね、はい、うん、で、あのいいです、でまた詳細ちょっと俺らもまあ決まり次第またそっちの方で連絡は入れていくと思いますんで、あのちょっとあのごちゃごちゃはすると思うんですけど、あの千葉の南部で、俺らもまだどこ行くかは決まってない、とにかく水木だね、はい、25、26の2日間に、はい、あの活動しますので、はい、あのぜひ、まあ、ちなみに行くのはもう決まったのは、まあ、あのよく出てるあの寺道寺西ってあの YouTube に出てる子たちが、まあ、職長なんである程度現場管理とかで動いとるんで、まあ、この2人は、まあ、現場任せとる立場でもあるで、まあ、抜けれるっていうことと、まあ、あとは他のメンバーまだ本当にうちもまだ固まってない、現場調整今しとる段階なんで、ちょっと誰が行くのはちょっとわからないですけど、お願いします。はい、よろしくお願いします、うん、であとはもうちょっと説明欄とかコメント欄をちょっとまたよく見ておいてください。どん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 追加で情報が出てきたら、あのコメント欄説明欄に追加していきますので、あのぜひあのご協力してください。はい、応募条件もコメント欄に全部載せておきますので、あ、そうだね、ご覧ください。 あと名古屋の人であの本社に持ってきてくれるんだったら、これどうしても足りないって言ってたのがトイレットペーパー、ペーパータオル、はい、ウェットティッシュ、まあ、ティッシュ関係が本当に全然足りないってことで、多分もうみんな買いまくって売ってないんだろうね。だからその俺らもある程度もう買っていこうかと思うけど、やっぱね、あの予算の限界もあるんで、あの名古屋市内っていうか、まあ、本社で持ってきてくれる方はあのいつでも今日明日は会社空いてますんで、あの持ってきていただいたらあの必ず持ってきますので、あの持ってきてください。はい、うん、よろしくお願いします。ちょっとまた
はい、詳細出たらコメント欄ずっと見ておいてください。コメント欄にどんどん情報追加していきますので、はい、本社に持ってきていただいた支援文書はこちらで、はい、直接届けますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、関係ねえはおかしいか